スビアトスラフ・ニコラエビチ・ヒョードロフスビアトスラフ・ニコラエビチ・ヒョードロフは、ロシアの眼界、政治家。1927年ウクライナのフメルニツキーに、生まれる。父親は軍人であったが、スターリンの大粛清の犠牲となった。パイロットを目指して、ロストフの航空学校に入るが、市外電車に飛び乗ろうとして電車に引かれ、左足を失い、パイロットへの道は閉ざされてしまった。しかし、 ヒョードロフは不屈の闘志を発揮し、自分で規則を改良し、水泳で全国チャンピオンになるという快挙を成し遂げる。その後、眼科を目指すようになり、1952年にロストフイカ大学を卒業する。アルハンゲリスクイカ大学眼科長、ロシア共和国保健省実験、臨床外科学研究所所長などを歴任する。1974年に角膜に傷を入れる。 独自の禁止治療手術を考案し、注目されるようになる。ゴルバチョフによってペレストロイカが開始されると、禁止矯正手術をビジネスとして、ヒョードロフ病院を設立する。病院からホテル、農場、家事の経営まで手広く、事業を行った。出身は、国営大企業からでもなく、ユダヤ系でもなく、異色のオリガルヒである。政治家としても、 ゴルバチョフの顧問となったのを手始めとして、民主改革派として、アレクサンドル・ヤコブレフらと行動を共にし、1989年から1991年まで、ソ連人民大議員大会と最高会議の大議員を務め、この間地域間大議員グループに所属した。ソ連崩壊後は、1995年に、会員国家会議大議員に当選。1996年6月、 ロシア大統領選挙に立候補し、69万9000票を獲得するが6位で落選する。1999年に政治ブロック、ヒョードロフ・ニコライフ連合を結成して、下院選挙に臨んだが、落選した。70歳を超えても、その活動は、精力的で、片手で3 0ラムの鉄アレイを持ち上げたり、ヘリコプターの操縦訓練を受けていた。 2000年6月ヘリコプター墜落事故で死去。ボリス・エリチン政権には一貫して批判的だった。1993年制定のエリチン憲法を禁定憲法と決めつけた。同年、議会解散の大統領令の撤回をエリチンへ直訴した。また、アナトリー・チワイスらが進めたバウチャー式民営化に反対した。この大案として、 生産手段を勤労者集団所有にすること、企業管理に労働者を参加させることを主張したが、勤労者自治党の考慮にもなった。ありがとうございます。